はい、では前回の続きからビタミンのフミヤさんとやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。今回は小さいサインの席で出しちゃったので、ちょっと急ぎ目でサクサクいきましょう。はい。なこれ関係ないのかな。サクサクって落ちちゃう。サクサクでだよ。危ない、落ちるところだ。なんかいる、なんかいる、なんかいる。ちょっと待ってこれ。おばあちゃん、あぶねえ。ギリギリ。今のすごかったね。はい。ちょっと待って、俺、あれ、2匹目の竜の指輪が壊れた。今のすげえな。よく生き残ったな。書いてある。なんか、この辺にトカゲの音が、こっちかな。いや、もうあれ怖い。なにこれ、3話見たのか。だね。うわ、これ壊した。まあいいや、俺が行こうか。もう逃げばいいんだ。どっちなんかあった？ない。俺全力でさっき橋渡るよ。いいよ。うわ、さあ出てこい。全力で渡る必要性はあるんですか？いや、あれが下にアイテムあるの、こっからジャンプで行くっぽいよ。ん？橋の途中に下にアイテムありましたよ、ほら。あんな絶対行ったら戻ってこれだろ。行ったら戻ってこれだろ。フミヤさんついてきて。バレてるよ。なんだアイテムを拾う。お、待って待って待って。サンガ。あー、無理だよ。コートが壊れた。あかんあかん。どんどん壊されていく。サクサクいくよ、サクサク。サクサク行きたいけど、どんどん壊されていく。いいや、適当で。進んでいい？いいよ。あいつ出てきたら、とりあえず殴んないとな。だね。右じゃね。おいら、あいつが出てきたら、とりあえず殴る。とりあえず殴れ。オッケー。おばさんと俺先と君は小さいサインロー席だから時間が限られている子なんだ。ウルトラマン的な感じでしょ。3分経ったらそう。うっ、お、広いところ出たね。うん、これは、いや、俺は味方だと信じてる。戦闘はしない。ターゲット取れたらどうする。いや、こいつは味方、絶対味方。ほんと信じて、味方だから。する。味方だって。待って。攻撃したらカットだ。こいつは味方なんだ、きっと。出た、爆発やろう。また俺の緑の指輪が壊れる。お前のせいだ、こいつ。ムシムシムシ。竜と戦っちゃいけないって緑のお姉さんが言ってたんだよ。緑の窓口のお姉さんが。中入れ、中入れ。これどっちだ？左か？お、ジャンピングアタックができるよ。この先狙撃が有効。絶対いかん。あかん、あかん、あかん。戦っちゃいかん。戦う気もあんまいよ、これ。行くとこが船、行くとこが船。これ完全に戦わなきゃいけない。あれこの竜と別の竜がいるってことか。そう。行くしかない。でも戦っちゃいかんってお姉さん言ってたし、じゃあ待って、落下ダメージを。あ、じゃあ、いや、こっち左からゆっくり降りるんじゃない。え、降りれるとこある。こっち側、ほら。あ、ほんとだ。よいしょ。飛んだー、飛んだー、デシュデシュー、回避、来る。お、ジャガンの指輪だって。おばさん、早く、早く、早く、走、走っちゃうね。うわ、尻尾にちょっと当たっただけで、もう、がっつり持ってかれて。待って、あかん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 。おばさん、早く、橋渡って。おー、終わった、終わった。え、待って、待って、なんかいるんですけど。お、さすがバックスタ病院。やる。かっこいいじゃん。かっこいい。あ、まさかの、とどめ要員の俺が、とどめ損なうなんて。お疲れ様でいいです。お疲れ様でいいです。よし、行こう。ナバーランさん、お疲れ様でいいです。
けど、思ったよりこれ、小さいサインローズキー持ってるね。持ってるね。まだ役割を。え、待って。この橋揺れる。この橋揺れる。おぶね。風吹いてる、風吹いてる。これあかんやつやん。怖い。怖い。この風怖い。あ、ダメよ、こんな。早く終わりたい。早く終わりたい、この橋。え、祭祀場。別マップ来ましたよ。え、赤サインめっちゃおるんですけど。あ、かかり火、かかり火、かかり火。お、さあ。待って、動画は5分。これは続けるしかないでしょ。行ってみよう。行ってみよう。行けるとこまで行ってみようのコーナー。頑張り行くぜー。え、まさかのね、小さい三円牢石でここまで持ってたって。おお、懐かしい。あ、懐かしい。絶対見た気がする。あ、これバックスタップできんのこいつ。このサイズ相手にスタブは無理だよね。あれ？あの、ハイゼの大加藤とかいうところにいっぱいいたやつだよね、これ。さらばだ。時間切れのよう。え？時間切れですか？お疲れ様です。じゃあ俺ちょっと一人でどこまで行けるか試しますね。え？え？おいでいっちゃうの？おいでいくよ。寂しいな。寂しいだろう。俺一人でどこまで行けるか試しな。ここはカットで俺がバタバタかかり火まで行っちゃう感じじゃないの？違う。ひどい。え？何の音？魔法？上に魔法？ええー、放つフォースか、あれ。赤ファンでもいるかのような声聞こえたら。多分2回も殴るのか、お前。どっから撃ってんだよ、お前。ずるいって。硬い、意外と硬いやつだ。うわ、結構頭の方の目に出てくるだけあって。ここはね、上に行きゃいいのかな。こえこえ。いるし、いる。あ、だめ、ここまで。これ、どっちできなかった。え、待って、あかん。魔法攻撃うざいって。雷だよ。あ、これパターン入った。これパターン入った。ゴチ。お疲れ。はい。なに。え、あそこの魔法使いが今やってきたの？結構遠距離でうざいことしてください。迷った。止まって。なんか魔法打ってるもん。放つフォースってあれ、当たっちゃうんですか？当たり判定ふざけてますね、なかなか。あの魔法使ううぜ、とどめさそう。待って、何やってるの？何を鳴らしたの、今あなたは。あの鐘を鳴らすのはあなた的な何をしたのか。この先ジャンプがあるぞ。そしてすごい何か。すごい何か、どこです？ああ、あそこに宝箱あるね。でも関係なさそうじゃない？あ、ここは普通に下から行けそうだけど。まあいいや、ちょっと噂のそのジャンプが何かをちょっと。ああ、そういう感じね。あ、入った。ジャンプ成功させなきゃ。斜めにただ飛び込んでくるか。でよー！オッケー！行った。君残念ながらそこから動いても俺に何もできないだろう。お、万平の大きい斧と何かをゲット。さあ、黒い。これは安全圏からの簡単に倒せるパターンのやつ。いやー、待って。戻ってきて。赤。その角度赤。オッケー。いいとこまで戻ってきてくれた。いや。だいぶやり、消費しちゃったよ。ちょっと頭出して。オッケー。ナイス。そこにいて。お願い。オッケー、ありがとう。いける。
結構サクサクなんですけど。羨ましいよ。下になんかあるかな？ドアはない。オッケー。サクサクいってるよ。あ、あるんだよ。まあ、いいか。指輪とか、はい。いる。一振り、二振り、三回振りそんなやつ。一振り、二振り、もう一回振ったところで、ポーン、ポーン、オッケー。いいね、いいね、サクサクいくよ、サクサクいくよ。これ、ボスまでいっちゃうんじゃね？この先、個別撃破が有効だ。つまり、この先、誘い出しに注意。何の話だ？いっぱい書いてある。嘘つき。この先死。だって結婚の数半端ない。弱点は炎。やっぱりかかり火ついたよ。弱点は炎。うん。あれここサインロジックかけなくね？そういう感じね。だって、一旦落ち着こうぜ。いや、本当に入ってきた、もうやだ。入ってこれないだろ。つらい。オッケー、一匹撃破。からの。遠くでどこ？危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。おいいね、サクサクいってるよ、サクサクいってるよ。こっちにはアイテムは取れない。待ち場もない。オッケー。かっこ撃破。これは、なんか弓的なやつで、一発与えの。何この人、かっこいい。呼び出すべきじゃないか。どれがいいかな。あ、これだったら。両手持ちして。あ、ちょっとずれちゃった。あ、やっぱ来た。オッケー、いいんじゃないの、いいんじゃないの。なんこいつ、いかつ。いや、勝った、お前。割り方だな、お前。なにこの人の装備、かっこいい、かっこいいっていうか、かわいい。蝶々みたいな人がいた。ちょ、何言ってんのかわかんない。オープレー強い。あ、待って、あかんよ。だって意外と勝てえな。惜しいし。はい、3回攻撃の殴ってよ。おぉ、届かねえのか。早えな、意外と。うら、あ、寝っ転がるタイプの人だ、これ。ちょっと動かして、おっと。え、あかんか。あかんか、タイミングずれたか。あかん、あかん。回復なんてするんじゃなかった。ほら、2回空振れよ。2回空振ったら、取れさしてる。よし、失格回復しつつ。よしね。オッケー。やり倒した。じゃないか、攻撃波。いいペースだよ。あっ、もう、え、お前、両手持ちのの、マジで。あ、3回攻撃してるんだね、注意しよう。1、2、3。オッケー、いい調子、いい調子。1、2、3、OK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 、よかった、殴ったろ。OK、調子。1、どこまでが 1？ 君。なんでお前ダメージ食らえたら逃げるんだ。待って、戻ってくるのかよ、危ねえ、びっくりした。
フミヤさん、だいぶサクサクです。羨ましいよ。羨ましいだろう。なんか、騎士たちを。もう全部だ、落ちた。あ、こいつも敵か。あ、やばい。二人同時に動いちまった。うれ。待って、一旦下の方まで戻って。で、戻っ、逃げるとこから。持ってくるんじゃないの？流れ的に。お前好きだろけ？背中向けるとかお前舐めてもいいとこだ。あ、でも、槍がないんだよな。一回こいつに殴らさせて。OK！ よし。あ、で、次一押しですよ。あ、まだ上にいんのか。うぅー、シールドバッシュ。1、2、あ、あかん。お前、後ろからお前お友達出てきやったな。あかん、あかん、あかん。お前、友達出てくるのずるいぞ、お前。お前より友達の方が怖いって。いける、チャンス、チャンス。もう一発。オッケー。考え込んじゃった。うら。え、嘘やん。お、お、寝ろ。オッケー。ちょっと休憩して。うら。もう一回寝ろ。あかん。あ、適当に殴った。うら。あ、当たるか。石使いの。うら、攻撃してこいよ。あかん、あかん。倒した方がいいのか。いや、ここまで行ったら普通に倒したい。大チャンス。もう一発。オッケー。あぶねー。でもどんどん魔法が減っていく。もしあとこ行っただけだべ。いや、これ倒した後にボス一人で挑むのめんどくせえな。こいつそこ連れてってくれない。1、2、3、OK。ほら。ああ、あかん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 。ほら、よし、オッケー。じゃあ、ボス戦だけ参加する？うん。じゃあ、こっから。蹴ってるー。オッケー、行こう。もうすぐボス？多分。いや、わかんない。霧じゃないけど。あ、霧はあった、例えば。とりあえず、ここのカッコ撃破が終わったところで。なるほど。ここにね、すげえ数のボス敵がいたんで、ザコが。よし。じゃあ、ここから、はい、行くよ。はい。はい。では、フミヤさんと合流したいので、ここからやっていきたいと思います。お願いします。行くぜ。フミヤさんも闇の仮面つけてるんだね。え、俺の方が先だよ。あ、そうなの。はい、行くよ。うん。あー、これ。ムービーファイモー。そうです。黄昏のね、あれを使って、いろいろ買い。え？俺、エリアから離れたんだけど。え、なんで？元の世界に帰りやがった。え、待って。目の前にボス臭いような、ボス臭くないようなのがいる。願わくばボスじゃないことを願う。話しかける。え、どういうこと？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 
俺ドラゴンに話しかけられてる。え？灰の霧の核っていう鍵をもらった。鍵？もう、いにしえの竜。鍵。滅びた者たちの記憶を覗くことができる。だって。すげえ。へえ。結婚的な感じ？どうだ？わかんない。もう喋んなくなっちゃった。こういう人は多分死ぬんだろうな、俺が。え、かがり火ないのこれ。え？え？これまたこれで今回のパート終わり？え、これ恋しいの？絶対死ぬよね、こんな勝てるわけないよね。これで終わりかな。さっき友人がいるぞ。心が折れそうだ。え？諦めるな。俺がやった。え、これはじゃあ今回はここで終わりでいいのかな？終わってるんじゃない？だね、多分ここで終わりなんだろうな。あの鍵を使ってどっかを開けんだろうな。OK。だね。ということで、イニシエの竜に、鍵をもらうところまで進めたので、今回のパートは以上で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。